皆さんどうもこんにちは、山竹です。栄冠9全力スカウト高校編やっていきたいと思います。こちらの高校では毎年何かのテーマに沿って新入生スカウトやっていくと、どのような選手が取れるのかっていうのを日々研究していく高校となっております。今回なんですけど、2024年はですね、辰年なんですね。辰と言いましたらプロ野球ファンはもちろんそうですよね。そうです、中日ドラゴンズです。はい、ということでね、今年は中日ドラゴンズの1年になるんじゃないかと思ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ということで今回ですね、2023年度の中日ドラゴンズのドラフト1巡目指名の選手の出身地域から順に回っていくと、めちゃめちゃ強い選手が取れるんじゃないのということでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ということで早速ですが、1人目のスカウトいきたいと思います。さあ、まずはですね、1位指名と6位指名の選手、草加翔選手と加藤龍馬選手ですね。こちらの方々がですね、岡山県出身ということですので、岡山から順に回っていきたいと思います。さあ、バランスの良い選手育成が盛んということで見ていきましょう。ドン、おお、なるほどなるほど。お、好リードが光る選手いるじゃん、いいね。うわー、もういきなりこれはいいですね。立花選手もね、悪くないんじゃないかなと思うんですけど、ここはね、矢田選手さすがに行きたいと思います。もう栄冠9といったらね、高リードが光る選手むちゃくちゃ大事なんでね、この選手攻めていきたいと思います。さあ、結果どうでしょうか。マジ一発で来てくれ。さあ、どうでしょうか。よし、了解。それでは2人目スカウトしていきたいと思います。2人目は津田圭司選手ですね。熊本県出身ということで、熊本に行きたいと思います。さあ、九州行きましょう。ありました、はい。お、またバランスのいい選手育成盛んですね。見ていきましょう。ほい、おお、なるほどなるほどなるほど。どうでしょうかね。はい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 。うわー、ここちょっと悩ましいな。全体的に平均的というか、飛び抜けてる選手も いなければ、まあ弱いっていう感じの選手もいないんですよね。ピッチャーじゃなくていいかなと思いますね。そう考えると野手からちょっと行きたいなと思うんですが、そうなるとまず特殊能力ない選手は除いていきたいですよね。そうなるとどうだろう、山本選手、宮里選手、あとは酒井選手あたりから取っていきたいな。いやー、どうしよう、これ初級丸結構強いんだよな。しかも赤メーターもあるということですね。で、守備が強い選手はね、やっぱり強いなと思うと、山本選手もいいですし、内野安打の、宮里選手もいい。まあでもここはね、酒井選手かな。初級逃さぬ一振り見せるということで、またまたね、キャッチャーになってしまいますが、酒井選手行きたいです。さあ、行きましょう。さあ、結果どうでしょうか。まあまあか、まあこの選手は2回行かなくてもいいかなと思います。それでは3人目スカウトしていきたいと思います。3人目は、ドラフト3位指名の辻本凛太郎選手の出身地域である南北海道に行きたいと思います。南北海道っすね。さあ、投手育成盛んな地域ですね。お、よし、ピッチャーに、ここはピッチャー取っていきたいところ。さあ、見ていきましょう。おー、なるほど。うわ、難しいな。丸山選手一見強いんですけど、特殊能力ピッチャーやっぱ欲しいんだよね。まあでも他に行きたい選手ちょっとこの地域いないので、丸山選手攻めてみたいと思います。基礎能力はまあ悪くないかなといったところ。さあ、結果どうでしょうか。良好です。それでは4人目スカートしていきたいと思います。4人目は福田幸之助選手出身地域である大阪府に行きたいと思います。様々な育成が行われている地域ということで行きましょう。ほい、お、小山選手結構いいぞ。あ、花田選手もいい。ちょっと待って、鈴木選手、え、最上選手強くない？ここもう一回行ってもいいな、後で。小山選手もね、非常にいいですね。勝ち運で135キロ以上という、なかなか強い能力。で、花澤選手もいいですね。基礎能力すごいいい。鈴木選手もいいんだけど、他の選手が特殊能力あるから、鈴木選手ではないかなと思うと、いや、最上選手行きたいな。ミートパワー高い選手はちょっと魅力的ですよね。よし、ここは一旦最上選手行きたいと思います。実はね、今回、9人、いるんですよ。9地域回れるんですけど、10地域目どこにしようかなって考えてたんで、大阪もう一回行くのありかもしれないです。ということで、最上選手行きたいと思います。いやー、あのピッチャーも行きたいな。さあ、結果は、あ、良くなかった。でもまあこの選手は2回行かなくていいかな。ちょっとね、悩ましいですけど、これで終わりにしようかなと思います。それでは5人目スカウトしていきたいと思います。5人目はドラフト5位指名選手、羽生翔太選手の出身地域、神奈川県に行きたいと思います。さあ、神奈川にはどんな選手がいるんでしょうか。さまざまな選手育成ということで見ていきましょう。ほい、おお、高橋選手いいんだけどね、また特殊能力ないんだよな。威圧感もいいですね。ただ基礎能力ちょっと低いな。いや、ここも悩ましいな。
ピッチャーまだね、1人しか声かけないんで、ここちょっと高橋選手いきたいと思います。いや、今回ね、ピッチャー2人とも特殊能力ついてない選手声かけちゃったんで、ちょっとだけ不安ですね。さあ、結果は良好です。それでは6人目スカウトしていきたいと思います。6人目は育成ドラフト1位の選手ですね、日渡東輝選手の出身地域である茨城県に行きたいと思います。さあ、こちらはバランス育成ということで見ていきましょう。はい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 。おお、千田選手いいですね。チャンスに強くて基礎能力が平均的に高いと。はい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 。まあ、これは千田選手でいいんじゃないかなと思います。さあ、千田選手いきましょう。もうキャッチャーばっかになっちゃってるけど、しょうがないです。あ、反応良くない。いや、今回反応みんな悪くない？そんなにダメ？まあ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 。ということでね、履歴書も使っていきましょう。さあ、残り4地域ですね。まずは次、育成ドラフト2位の、菊田とわ選手の出身地域である愛知県行きたいと思います。さあ、ドラゴンズの地元ということで、期待していきましょう。ほい。おー、なるほど、なるほど。いや、永井選手またいいな。キャッチャー強い。おー、でも大崎選手のがいいな。さすがに大崎選手。なかなかいいんじゃないかなと思います。レーザービームのセカンドということで、ちょっと宝のね、持ち腐れ感はすごいですが、大崎選手いきたいと思います。さあ、結果は良く、 OKOKOK。 今回ね、結構振られてるんで、良好で来てくれると嬉しい。さあ、次ですね、育成ドラフト3位の小田豪輝選手出身地域である兵庫県行きたいと思います。打撃重視ということで見ていきましょう。てか、今回バランス地域多すぎるな。おお、いいね、全国準優勝来ましたよ、ついに。あ、威圧感もいる。なるほど。なるほどね。ここ2つ行ってもいいな。優勝、準優勝、どっちも行きたいね。てか、東選手の方がでも強いね、準優勝だけど。まずこっちから行こうか。いや、これはね、どっちも行きたい。さあ、結果は、まあまあか。まあまあまあな選手はちょっともう一回行く余裕ないですね、今回。さあ、兵庫県行きましょう。もう一度、兵庫県行って、優勝選手も取っていきましょう。さあ、西村選手。さあ、結果どうでしょうか。うわ、なんか今回まずいな、これ。これまずい。まずいけど、ちょっともうこのままだな。さあ、最後、ドラフト4位指名、川上リー選手の出身地域、大分県に行きたいと思います。ここはね、ちょっと新たな地域で、新しい選手見ていきたいと思います。さあ、投手育成盛んということで、ほい、見ていきましょう。おー、なるほど。中島選手、基礎能力は低いけど、切れ丸はあり。あおって、なんか強いな。井上選手行こう、これは。行くんだけど、なんかすげえ今回振られまくってるから、めっちゃ不安なんだけど。さあ、井上選手行きましょう。さあ、いや、財布は頼む。あー、まあまあか、これさ、どうする ?3 人とかしか来なかったら。はい、ということで、今回ですね、2024年、辰年ということで、中日ドラゴンズの前年度の、ドラフトですね、指名順位の上位の選手の出身地域から回っていったら強い選手取れるんじゃないのということでやってみました。むちゃくちゃ強い選手はいたんですけど、むちゃくちゃ振られたり、まあまあだったりします。何人入ってくるか、むちゃくちゃ不安なんですけど、とりあえず、入学式まで行きたいと思います。はい、ということで入学式前までやってまいりました。今回むちゃくちゃ強い選手たくさん見つけたんですけど、まあまあだったり振られてしまったりっていう選手がたくさんいたので、どうなるか分かりません。そしてね、10人スカウトはしたんですけど、ピッチャー2人しかスカウトしてなかったんで、野手は確実に1人は来ないかなといった感じの結果になりそうです。ということで入学式行きたいと思います。いやー、マジどうなるんだろう。ベンチプレス壊れたし。よし、さあ、4月10日入学式、行きましょう。はい、まず何人来る？よいしょ！うわ、6人しかいない。6人しかいない。はい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 。お、でもいきなり大崎選手強いんじゃないかなとは思います。うわー、そっか。全部で10人スカウトしか4人は来なかったってことだもんね。しかも全員野手ということで。まあ、なかなかね、大変でした。さあ、ということで見ていきましょう。まず、大崎選手見ていきたいと思います。この選手、愛知県で取った全国出場、レーザービームの選手です。見てみましょう。ほい。あー、レーザービームだけだ。まあ、でも基礎能力全体的にやっぱ強いですよね。はい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 。事前の情報で言うと、走力がちょっと低いかなって言ったところでしたが、それ以外の能力は結構高いなと言ったところでしたが、まあ予定通り入ってきてくれました。E もね、そんな多いわけでもなくというところですが、まあよく言えばレーザービーム以外なんか特殊能力ついてたら嬉しいなといったところですね。まあ星188あるんで、十分この選手は使えるんじゃないかなと思います。さあ、やんちゃの選手ですね。ちなみにね、大崎っていうと、セガの本社がある
場所なんですよ。はい。で、私、ぷよぷよのセガ公認プロゲーマー務めておりますので、よくね、最近は大崎駅、足を運んでいるので、ちょっとね、名前もね、すごい僕のゆかりのある名前だったなと思うことで、スカウトさせていただきました。さあ、大崎選手でした。はい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 。まあ、いいんじゃないですか？悪くはないですよ。さあ、次、茨城で取った全国出場、チャンスに強い千田選手ですね。いきたいと思います。おい166。なるほど。E が多いな。いや、でも、バントマル取ってきてくれたのは偉い。そして、チャンスも B ではなく A なのは偉いが、併殺に、そして、盗塁、走塁、対左、E。いや、ちょっときついね。やっぱ、この辺が伸びてくるとね、かなり、星も伸びてくるんですけど、ちょっと厳しいですね。で、基礎能力もなんか、守備とかちょっと下振れてそうな感じしますね。黄色メーターだったんで、さすがにちょっと低いんじゃないかなと思います。走力はちょっと上振れたかなってとこです。で、ミートパワーはまあこんなもんかなっていう感じですね。いやー、なかなかちょっと千田選手は伸びてこなかったですね。対左盗塁走塁 E はだいぶきついですね。まあ、併殺は野球選手に消してもらうとはいえ、ちょっとね、残念だったなという感じですね。はい、ということで千田選手でした。さあ次、丸山選手いきたいと思います。こちらはまずですね、南北海道で取った全国出場の選手ですが、特殊能力ついてない選手です。ピッチャーはね、2人とも特殊能力なしの前評判でした。見てみましょう。ドン98。うわー、まあそうだよな。やっぱね、特殊能力ついてない選手はね、上側に E が多いともう絶望的になってくるんですよね。いや、丸山選手はちょっとまずいですね。これ野手能力が強ければもう野手コンバートしたいぐらいの能力ですね。ほい、野手能力も厳しい。いやー、丸山くんはちょっと今ね、どういう風に活躍させるかビジョンが見えないですね。なんか合宿とかで突然なんか開花するみたいなのがあればあるんですけど、変化球も1球種の4、これ2球種4だったらまた話は違うんですけどね、1球種4は結構大変で、ストレート129はちょっとわぶれてくれたんでいいんですけど、それ以外の能力はね、コントロールはまあいいんですけど、スタミナもまあまあ許せるかなぐらいなんですけどね、とにかく特殊能力が弱い。まあそんないった選手ですね。さあ、で、したたかか。したたかだと変化球は育てやすいんで、とりあえずまずはね、変化球バチボコに育てていければなと思います。ということで、丸山選手でした。さあ、次、高橋選手行きましょう。こっちの選手がね、基礎能力はもうちょっと高かった。特にスタミナがピンクメーターだったんで、かなり強いかもしれないです。ただ、同じく特殊能力がついてないのと、球速125、制球変化球がオレンジメーターの選手です。見てみましょう。ドン！おお、まあ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 、このコントロールスタミナ高いのはいいですね。これはいいんじゃないですか。球速は127キロ。で、上側の E も、まあ少なくはないけど許せるぐらいかな。伸び C なのとタイピン C なのは非常に評価ポイントですね。まあ先ほどの選手よりは強いかなといったところ。ただ、乱調を覚えてると。まあ乱調は消してもらえればいいんじゃないかなと思います。やっぱね、ピッチャーは特殊能力結構強い選手行った方がいいですね。基礎能力はまあなんかこの選手も変化球1球種4だしね、なかなか厳しいですね。はい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 。で、野手能力は、お、野手能力もこっちの選手は高いですね。今のところこの台のエースは高橋君になってくるんじゃないかなと思います。さあ、なかなかいいんじゃないですかね。いやー、しかし、やっぱ特殊能力だよな。なかなか今回渋いスカウトでしたね。ピッチャーもこれといった選手はいなかったし、何より振り向いてもらえなかったっていうところはかなりきついですね。はい、ということで高橋選手でした。さあ次は酒井選手いきたいと思います。熊本で取った全国出場で初球丸ついてる選手で、パワーは結構あったかなと言った選手です。見てみましょう。ドン180。あー、まあ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 いいんじゃないですか。はい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 、これは全然いいですね。守備もね、ある程度高いですし、パワーも C に近い59、あと1上がれば C ですもんね。で、ミントもちょっと低いんですけど、緑メーターで39あれば十分高いんじゃないかなと思います。で、対左盗塁も C ということで、なかなか使いやすそうな選手入ってきてくれましたね。ただね、なんか今回特殊能力が全体的に弱いです。前評判の寸評通りの特殊能力しか持ってないんで、もっとね、ブワッと特殊能力持ってる選手とかが入ってくると、結構総合力、星伸びてくるんじゃないかなと思うので、いやー、ほんと振り向いてもらえなかったし、特殊能力もそれしか持ってきてないっていうのが多くて、ちょっと辛いですね、今回のスカウトは。はい、いや、今年本当に辰年となることができるんでしょうかね。なかなか気になってしまいますね。さあ、最後、矢田選手。この選手がね、まあ、今回一番嬉しい選手ですね。高リードが光る選手ということで、最初の岡山県で取った選手です。見てみましょう。ドン！145か。
おお、まあ、キャッチャー B か C、A 欲しかったね。まあまあまあ、しょうがない、これは。お、しかもレーザービーム。レーザービームはいらないな。キャッチャーでもこの選手は確実に起用するんで、レーザービームはいらない。特殊能力噛み合わなかったですね。しかもチャンス盗塁、走塁はいいということで残念ですね。対左送球 C なのはありがたかった。で、基礎能力はもうね、もともとそんなに高くない前評判でしたので、まあこんなもんかなといったところですね。いや、キャッチャー、てか、高リードの選手は割とね、裏でいい特殊能力持ってる印象あるんですけど、まあ矢田選手はレーザービームだけでしたね。一番いらなそうなものを持ってきた。しかも、肩36でレーザービームってなんかどういう基準でつけてるんだろうね、これ。はい、ということで矢田選手でした。まあまあまあ、でもキャッチャー A、キャッチャー B がいればね、ある程度強い台は作れる印象あります。それぐらいね、この A カンナインというゲームにおいて高リードが光る選手は大事ですので、しっかりとキャッチャーの多い地域回ってって、こんな感じでね、キャッチャー B、キャッチャー A の選手取っていくっていうのは、まずいい戦略なんじゃないかなと思います。さあ、最後ね、野良の選手一人ずつ一応見ていきましょう。小塚選手からいきましょう。ほい、107、いいしかないんだけど。まあ怪我しにくさは D だけど、全部いいじゃん。そんなことある？なんで？なんか今回マジでやばいですね、かなり。いや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 、なかなか厳しいですよ、さすがに。これは、うん、まあまあまあ、野良の選手だからね、そんなに期待してもしょうがないのかもしれないですけど、なかなかに逆レアぐらいの能力ですね。しかも基礎能力も E と F しかないよ。で、星も107と、野手で107はなかなか救えないですね。はい、小塚選手でした。さあ次、松村選手いきましょう。村松選手だったらね、なんか昔村松選手っていたんですけどね。さあ見てみましょう。ほい、145。お、基礎能力低いのに145ってことは特殊能力強かったりする？あー、なるほどね。特殊能力は持ってないけど、E がほとんどなく C ばっかと。いや、いいですね。これだとね、やっぱ基礎能力低くても総合力伸びてくるんですよね。はい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 。いやー、でもコメントしづらいなー、この基礎能力も。F と E しかないからなー。しかも特殊能力も上側は強いけど下側一個もないということで、いや、マジこの台本当にどうやって甲子園勝つんだろうっていう感じの入学式になってます。いや、過去最低レベルにやばいですね。はい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 。じゃあ安藤選手も行きましょう。いや、安藤くんぐらい強い選手に入ってきてほしい。まあ、僕最後に岸田首相は見ようと思ってるんですけどね。さあ安藤選手行きましょう。ほい、131。なるほど。特殊能力マジでないね。この選手もほぼ E と F しかないし、ミートもね、ようやく D みたいな感じで。走塁 C で、早球盗塁 E ということで、いやー、マジコメントしづらい選手ばっか入ってきたな、今回。秋男だけどね。いやー、なるほどね。いや、マジどう育てよう。この台ちょっとね、いろいろこだわった育成をしていかないと、絶対勝てるようにならないと思います。マジで大変な台になると思いますが、まあ、ここはね、監督の手腕の見せどころかなと思います。そして最後、岸田総理見に行こうと思います。この選手が飛び抜けて強いとかだったら、マジでこの台岸田さんと矢田さんの最強バッテリー台みたいな感じになるかもしれないです。見てみましょう。はい、お、え、意外といい。おーおーおー、なるほどなるほど。まあ、これあれだな、星多分ね、あの166まで伸びるピッチャー能力ではないので、野手能力結構高いかもしれないですね。さあ、そしてまず変化球は2球種の3割といいですよ。で、コントロールスタミナも D に近い F で、球速も131キロで、特殊能力上側は基本 D で伸びはいいですが、根性荒れ玉持ってるということで、いや、なかなかいいですね。肝の座ったピッチャー入ってきたんじゃないでしょうか。さあ、そして野手能力ちょっといいんじゃないかなと期待しています。ほい、いや、そうでもなかったわ。まあでも、ミートパワー D あるし、肩も D あるんで、悪くはないですよ。いや、なるほどね。うわー、難しい。いや、今回めちゃめちゃ苦戦したスカウトになりましたね。正確に言うと、むちゃくちゃ強い選手たくさん見つけたんですけど、全然入ってきてくれなかった。まあそんなね、苦労したスカウトでした。いかがでしょうか？こんな感じでね、全力スカウト高校では毎年何かのテーマに沿ってスカウトしていって、まあどのような選手を取れるのかっていうのを日々研究していく企画となっております。だいぶね、新しく2024のパワープロが発売される時期も近づいてきましたが、発売されるまではこのね、2022の方も楽しんでいこうかなと思っておりますので、よければチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。